農家にさせてください。今の呼び名やるじゃないか。私がいつ苦情なんて受けたのさ。この状況じゃね、しかも女性を人質に取るとは卑劣な、ずいな。これでは社員の私が言っても彼を刺激するだけだ。さてどうしたものか。あずしく嫌です。まだ何も言ってないよ。社員ではなく犯人に面が割れていないのは君だけだ。どうだろう。はい小道具。朝飯前だよあずしく。演技を超えた素晴らしいダメ人間ぶりだ。今だ国木田君、過去だ国木田君。ちょ上がり。はいはい皆さんお疲れ。さもなくばこれって言っただろ、ちょっとした試験があるって。社内で揉めてね。だが太宰が言ったのだ。だから私は彼を押すんです。ちょっと待ってください太宰さん。それじゃあ僕に紹介する仕事って。合格だそうだよ。皆を助けるために爆弾に覆いかぶさるなんてなかなかできることじゃない。しちゃいました。君なら大丈夫だ。しかしそうなると私は君の今後が心配でならない。まずは社員料を引き払わなくてはならなくなるし、この探偵社なら話は別だけど。じゃあそういうことで。お二人は探偵社に入る前は何をしてたんですか。何ね。定番のゲームなのだよ。惜しい。彼はもともと教師だよ。数学の先生だ。太宰さんはダメだ。自殺主義者に二言はないよ。役者は照れるね。この件で私は嘘はつかない。じゃあここの払いはよろしくね。持ち合わせがないならツケが効くよ。なんといっても探偵社御用達の。他に呼び方がないからそう呼んでるだけだけどね。港を縄張りにする凶悪な犯罪組織、しかも殺戮に特化したすこぶる残忍な異能力。それは脅かされましたね。なんで。それは随分と景気のいい話だね。奪う。では武装探偵社。知ってるよそのくらい。しかり。元ポートマフィアの太宰さん。生きる理由、いや生きてきた理由と言うべきか、きっとそうです。ああ美しい人よ。お一人で心中はできません。ところで太宰さん、なぜでしょう。美しい人よ。あなたの。まず裏切り者に。この手口はマフィアに似ているが、マフィアじゃない。つまりランポさんは終始こんな感じですから。やれやれ。超推理のスイッチが入る。あずし君行け。何がです。だからさっきの事件だよ。おお、君はまだ知らなかったか。実はね、探偵社の皆がランポさんを敬うの。参相手はいないって話だったよね。じゃああの二人は。早朝の呼び出しに化粧もせずに駆けつける。探偵社のみんながランポさんを信頼してる理由が。前に別れたとか。だから国木田君いけるよ。いいか太宰、状況なら分かってるさ。爆弾を仕掛けた青の人の目的は探偵社潰しだ。あのまた水止まりして。ランポさんと連絡が取れたそうです。日本有数の港湾都市たるこの横浜には、スーパーヘビー級だね。こりゃ荷運び業者の方が向いてる。クリキラ君、相棒は荷運びに転職させた方が。もうすぐここに来るはずだよ。あなたの計画は実にスマートだ。私を撃ちますか太宰さん。そう、私には撃てない。そして今日はまずい。ああ。そして君の元上司の所業とは。偉くなったね。飲み込みは悪いし、独断専行ばかりするし、おまけにあのポンコツな能力だ。
私の新しい部下は君なんかよりよっぽど優秀だよ。予想通りなら今頃あっちも頃合いかな。その声は最悪。うわ最悪。全然変わらないね、チュウヤ。ああ、どういう意味だ。前から疑問だったのだけれど、その恥ずかしい帽子はどこで買うの。いや、それを通り越して少し怪しいぜ。でっちの芥川は騙せても俺は騙せねえ。それだ。何って見たままだよ。捕まって処刑待ち。君が私の計画を阻止？冗談だろう。君が守るんだ。わかりました、頑張ります。あっちで遊んどる暇があったらポートマフィアに捕らわれた件の報告書を出せ。アツシ君。はい。私の代わりに報告書を書きたまえ。出資者はギルドと呼ばれる北米異能者集団の団長だ。でなきゃ相棒は務まらない。早い。で、予告するんだけど、君は私を殺さない。やめるの。私のせいで組織を追われるチュンヤってのも素敵だったのに。鎖を壊して私を解放したのは君だよね。私がこのまま逃げたら君が逃亡幇助の疑いをかけられるよ。殺されてもけほども嬉しくない。悪いけど、チュウヤ、君実はいい人だったのかい。え、そう。違う違う、なんか忘れてない。なんか忘れてないかな。なくてよ。